ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさくらです。今回お届けするテーマはこちら。こんなものが橋に？日本の大学が開発した仮設橋の凄さに外国人が驚愕。思わず笑ってしまった。日本の大学と企業が連携して開発した仮設橋が海外で紹介され話題です。仮設橋はモバイルブリッジと呼ばれ、災害被災地への緊急架橋のニーズに対応しており、これまでの仮設橋に比べて素早く安全に設置することができます。今回はモバイルブリッジの仕組みとそれを見た海外の反応を見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。昨今の日本は災害大国と呼ばれるほど自然災害が多いです。2020年には九州や中部地方などで発生した令和2年7月豪雨、2019年に関東地方などで甚大な被害をもたらした台風15号と19号、2018年には大阪北部と北海道で相次いで大地震など、日本列島の至る所でさまざまな大規模な自然災害が発生しました。このような災害の際、重要なのはいかに早く復旧するかということです。日本は災害に強い街づくりなど災害対策を進めています。路地を拡幅したり、ブロック塀を生け垣に変えたり、災害発生時に消火、救助、避難などの活動がしやすいよう、路地の奥の宅地を広場に作り変えるなど、既存のものを災害対策仕様に変えています。他に道路の対策として、被災後速やかに機能を回復するために段差防止構造や落橋防止構造などの耐震補強や、盛土の崩落防止のための盛土内滞留水排除対策など、災害に強い道路づくりを推進。また火災の延焼を食い止めるために、一定の幅員を有する道路の整備や沿道の不燃化促進、植樹により防災区画の形成を目指している自治体もあります。しかし現場ごとに異なる状況や二次災害などの発生も予測されることから、復旧活動に長い時間がかかることが課題となっています。特に道路の崩落や橋梁の落下の際、分断されてしまった被災地へのライフライン復旧は緊急性が求められていました。孤立した被災地の救助手段として最も一般的なのは、上空からヘリコプターによる救助が考えられますが、悪天候時には難しいこともあります。そのため陸上からの救助手段も必要です。これまでも緊急用の応急組み立て橋はありましたが、既存道路の代替として設置されるためサイズは大きく、運搬が難しい上に基礎工事が必要で、仮設に結構な時間がかかっていました。例えば国土交通省の応急組み立て橋、トラックの走行を前提としているため25トン対応ですが、仮設にクレーンを用いる上に40時間以上かかります。また陸上自衛隊の8人式自走架中橋は工程が多いのが課題でした。架橋方法としては7トントラック1両に2枚の橋桁が分割され搭載されており、これを油圧システムにより水平に押し出しながら上下の橋桁を連結、さらに橋桁に付随されている折りたたまれた伸縮可能な架柱を川床に立てて設置させるという手順を踏んで橋の架設が完了します。しかし緊急時に被災地で求められるのは、素早く安全にインフラを確保し人命を救助すること。緊急時に被災地で行われる橋の組み立て作業は速さと安全性が求められます。そのためには基礎工事を極力省き、橋を機械化し、より少人数でかつ容易に仮設できることが重要でした。そんな中、モバイルブリッジと呼ばれる仮設橋が開発され、世界で注目を集めています。これは広島大学大学院の有尾教授が着想し、広島大学施工技術総合研究所、産教マテリアル社、星野金属工業の4社が産学共同開発した運搬可能な仮設橋です。モバイルブリッジはモバイルの名前の通り、折りたたんでトレーラーで運ぶことができます。折りたたんで運ぶことができる橋ということで、レオナルド・ダ・ヴィンチの趣向、モバイルブリッジの可動橋にあやかってモバイルブリッジと名付けられました。折りたたんだ時のサイズは
5.8 メートル、3メートル、2.9 メートルとトレーラーに乗せることができるサイズ。展開後の長さは全長約20メートルで、端の大部分にアルミ合金を使用することで軽量化を図り、総重量はカウンターウェイトを含めて約12トン。物資や資材を積んだトラックが走行することも想定されているため、車両3台分、約12トンの重さまで耐えられるようになっていますが、運用上は橋上に積載する車を1台に規制し、安全性に配慮しているそう。また、機械の操作は必要ですが、最小2人で設置が可能。本体は自立式なので、クレーンなどの重機やボルト締結作業は必要ありません。設置にかかる時間は、展開・収縮に約10から15分程度です。従来の約40メートルの応急組み立て橋だと、主鋼組み立てに約10分、主鋼一括仮設に約20分、4本の横桁取り付けに約15分、復興板取り付けに約15分と、合計約1時間かかります。単純に比較すると、4分の1の速さで組み立てることができ、比べ物にならないくらい速いです。さらに油圧システムを装備し、片岸からの作業で架橋が完了するので、いち早く緊急経路の確保ができます。このようにこれまでの課題を次々と解決したモバイルブリッジ。開発に至るまでに研究や改良を重ね、高度な技術が詰め込まれています。特に折りたたみ構造は日本のお家芸のようなものですが、橋を折りたたむのはさすがに難しく、高度なバランス制御が必要です。そのため従来の構造とは異なるシザーズ構造という珍しい構造が採用されました。従来の橋はコストを抑えながら長く強い橋を作るためにトラス構造が用いられることが多いです。トラス構造とは上限材、下限材、束材、斜材という部材同士をピンで結合し三角形状に組み立てた構造のことで、外からの力に強く形が崩れにくいというメリットがあります。一方、モバイルブリッジはシザーズ構造を採用しました。シザーズ構造とは、その名前からも分かるようにハサミ状の骨組みを組み合わせた展開構造の総称です。収納や展開が容易なため、本来シザーズ構造は宇宙、建築、機械分野で使われています。具体的には簡易テントや一般住宅の屋根、空港の昇降機、はたまたマジックハンドのようなおもちゃなどです。モバイルブリッジはそんなシザーズ構造を応用し、主要な構造部材をパンタグラフのような X 型で連鎖させることで、橋の伸縮機能と強度を確保することを可能にしました。また各々の梁の端部にヒンジ接合部を作り、シザーズ構造を横方向に連結することで展開や収納が迅速で容易に行えます。さらに橋としては最大、最速、最強という世界初の構造体で、橋と走行路が連動して展開するので、展開後瞬時に通行可能です。これにより橋の仮設時間を大幅に短縮するだけでなく、一刻を争う緊急時に経路確保ができるようになりました。ここまで来るのに、モバイルブリッジは実用化に向けて何度も実証実験が行われています。実験では基礎工事をしない災害現場を想定し、河川敷で実際に搬入、架橋、渡橋、撤収を実施。少人数で片岸からクレーンなしに橋を展開し、安全に架橋できることをアピールしました。その様子は海外のサイトなどでたびたび取り上げられ、大きな話題になっています。実験の様子を見た海外の人たちは、思わず笑ってしまった。でも本当に素晴らしい。日本がまた今度は仮設橋で俺たちを驚かせてくれた。すごすぎなんてもんじゃない。日本は本当にクレバーな国だよ。日本人の辞書に不可能の文字はないのさ。こんなにクリエイティブな橋がかつて存在しただろうか、などと日本の技術に驚きを隠せないようです。モバイルブリッジには日本の高い技術力と経験が詰め込まれています。今後もっと改良を重ね、いずれ日本だけでなく世界の必要としている場所へ羽ばたくことでしょう。本来このようなものは出番がない方がいいのでしょうが、これだけすごいものを見せられたら実用化が楽しみになってしまいますね。高い技術力で知られる日本、その技術力が
日常生活以外に災害対策という重要な場面に生かされています。それに加えて細やかなところまで気配りができる日本人の性格が緊急に備える姿勢につながり、高度な災害対策ができているのでしょう。技術の進歩を期待すると同時に、我々もより一層気を引き締めていかないといけませんね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。